では続いての質問なんですが、お仲間の経営者さんのお話を聞かせていただけませんか。経営者仲間ですか。それは私と同じ似た境遇にいるものづくり社長がいるんですが、そいつは実は半年前に会社を畳みましてね、今は全く違う仕事を始めたんですが、先日彼と飲んだ時悩んでました。ということで、前社長の親友、そして同じものづくり社長の彼の友達が会社を畳んだ後、元社長の一つの生き様について歌を皆さんに聴いていただきたいと思います。ちょっとジャズな感じですね。ちょっとゆっくりの、ジローと言います。ジロー。誰のため生きればいい、もう進めない奴の名はジロお前。
嫌い。